さて、白浜町のアドベンチャーワールドの人気者1歳のジャイアントパンダ、フーが母親のラウヒンから独り立ちして今日から一般公開が始まりましたアドベンチャーワールドのパンダラブの屋外運動場では1歳のジャイアントパンダ、フーの一般公開が始まりましたフーヒンはおとと,おとといまでお母さんのラウヒンと一緒に生活していましたが 一人立ちに合わせて母乳から人工ミルクに切り替えました。慣れない一人での生活に少し戸惑うような様子も見られましたが、暖かな日差しを浴びながら水浴びを楽しむなど元気な姿を見せています。一昨年11月に生まれた時は体重が157グラムでしたが、今日は46.3キログラムでした。 508日目での独り立ちは暖かい時期を待ったこともあり園で生まれたパンダの中で一番遅いということですが竹の葉を毎日2キロほど食べるなど食欲も旺盛でこれからも愛らしい姿を見せてくれそうです。